ですけど、大丈夫ですかね。車にはこっち走行やり取りはない。何ね、ライブ？何のライブ？ YouTube、 YouTube 宗教のやつ。実況していい？ダメだろ。私ちょっとダメだろ。これは嘘です。映像が止まったらこっちで。そう。あ、わかりました。この映像に切り替えていくんで、どんどん喋ってる人を抜いてください。それぐらいで大丈夫です。やっぱちょっと斜めがいないの？やっぱちょっと違います。そっちさ、司会者みたいな人とか、どうぐらいかな。そして、次、夫の時。かぶっちゃうのはしょうがない。他の、人もそれで調整してるんですけど。ただいまから、筑波大学蹴球部、プロチーム、加入内定選手合同記者会見を始めます。本日は蹴球部、2021年度所属メンバーについてですね、プロチームへの、加入が内定しましたので、合同での記者会見の場を設けさせていただきました。それでは本日の、出席者をご紹介いたします。小井戸正明体育系助教、蹴球部監督でございます。よろしくお願いします。山原レオン、体育専門学部4年、蹴球部所属でございます。よろしくお願いします。加藤拓人、体育専門学部4年、蹴球部所属でございます。よろしくお願いします。角田良太郎、体育専門学部4年、元蹴球部所属でございます。お願いします。
井川空、体育専門学部4年、中級部所属でございます。よろしくお願いします。小林寛、体育専門学部4年、中級部所属でございます。よろしくお願いします。小林君につきましてはですね、昨日、入団内定の、発表がありましてですね、急遽参加ということになりました。よろしくどうぞお願いいたします。森海斗、体育専門学部3年、中級部所属でございます。よろしくお願いします。それではですね、中級部、小井戸監督からですね、挨拶、それから、各選手のですね、紹介をお願いしていきます。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。非常に気温も低く、寒い中、また年の瀬で、お忙しい折だと思いますが、お集まりいただきありがとうございます。今より、2022シーズンのプロチームとの契約内定選手並びにもうすでに所属している選手もいますが、このお披露目と彼らの熱いメッセージみたいなのを皆さんにお届けできればなと思っております。まず私の方からお手元に資料あると思いますが、簡単にそれぞれ選手の特徴なんかを話させていただいて、後ほど選手の方に直接いろいろ聞いてもらえればなと思っております。すみません、まで失礼いたします。まず一番私に近いところに山原レオンです。もう手元の資料の通り清水エスパルスに、来年度からの加入が決まっております。またすでに J リーグの試合にも数試合出場し、ご存知の通りエスパルスが非常に残留争いという厳しい中での試合にも参加することで、スコアに戻ってきた時にはたくましさも増していて、やっぱりプレーする環境とか、その置かれた状況によって選手って大きく成長するんだなっていうのを見せてくれた選手です。もともと1年生の頃から大学では出場機会を得てましたし、私がユニバーシアードのコーチをさせていただいた時には一緒に大学選抜としてイタリアにも行き、一緒にこう世界一を取った仲間でもあります。ここに書いてある通り、特徴としては両足遜色なく使えて、本当にインテリジェンスがあって、こうチームにいたらどのポジションでもチームの勝利のために貢献してくれる選手というのは山原の特徴になるかと思います。続いてその次、加藤拓人になります。来年度は柏レイソルに加入が内定しました。このメンバーの中でいうと唯一筑波大学に一般入試で入学してきたもので、まさに文武両道を地で行く選手でした。取り立てですごく身体能力が高いとか、スペシャルなものがあるというよりも、本当に平均値が、アベレージが高くて、ここに書いてある通り、頭を使ってチームに落ち着きを与えてくれたり、流れを変えてくれたり、ということができる選手です。あと、この中で唯一、サッカーコーチングの研究室というところではなくて、スポーツ心理学の研究室にもいて、自分なりにどうやったらサッカーが上手くなるかとか、こういうことが大事だなというのを自分の頭で考えて、またそれをピッチで表現できる選手でした。3人目が鶴田亮太郎になります。彼についてはここにある通り、今年の7月からは横浜 F マリノスに、所属を変えております。筑波大学の大学生であることには変わりはないんですが、本人ともいろいろ話をした末、大学でのプレーを一旦やめ、完全に横浜 F マリノスとの契約に切り替えてプレーをしたということになります。実際その後1試合のリーグ戦にも出場し、プロのピッチにも立っているということです。彼もここに書いてある通りなんですけども、左利きのセンターバックで、もう横浜 F マリノスに決まる前には何チームからも実際にオファーをいただき、どこでプレーするのが一番成長できるだろうということで自分自身で考えて横浜 F マリノスというチームを決め、また大学途中で抜ける、所属を切り替えるということには賛否両論はあったのは事実ですけども、それだけ覚悟を決めて新しいところで新しい環境でトライするという、顔は優しいですけど覚悟は決まった男だなというふうに思っています。4人目は向かって一番遠いところ井川空になります。コンサドーレ札幌に内定しました。
まあ、彼も加藤拓人と同じようにその下部組織、コンサドーレ札幌の下部組織から筑波大学に進学しまた戻ることができたという選手になります。彼については今シーズン非常に怪我に苦しんでなかなか最後の年で集大成を見せようというところで怪我で苦しんだ選手でした。ただどんな試合でもまたいろんなところに試合行っても井川ってすごいよねといろんな方から評価をもらえるような本当にポテンシャルの高さを感じさせる選手です。実際私も大学のこの4年間の中で彼の持っているもの全てをさせられたかというとまだまだあったなと本人もそういう自覚があると思います。これからまだまだ伸びしろがある、そんなことをすごく感じさせてくれる選手でした。5人目になります。真ん中高段、真ん中小林カールになります。本日という日が記者会見の日にちにしていたら以前から決まっていたことなんですけども、そのおかげで彼も、プロ契約の内定というのを先ほど紹介あった通り昨日やっと決まりまして、プロ選手としてのスタートを切ることができて一緒にこの場に立てることを喜んでおります。から今年来年 RBX 新潟シンガポールに加入します。から今シーズンチームのキャプテンとして今部員が200人いる中でその主将として本当にその重責を担ってくれました。もちろんピッチの中でプレーで表現するというのはもちろんですけど、彼はこう全てのトレーニング打ち合わせを練習前にトップチームの選手スタッフで今までもやってきたんですけど、まあ、彼が自分の意思でその打ち合わせにも参加させてほしいと、チームをどう作っていくのか何が問題なのかというのを共有しながらやっていきたいということで全てのトレーニングの打ち合わせにも参加してくれました。それぐらいこうチームのことを考えて行動に移せる男ですし、また彼も先ほどの井川と同じように怪我で苦しんだ時期が長く、この中ではもしかしたら一番そういったもどかしい時間を長く過ごした選手じゃないかなと思います。そういった彼がまた国内ではないですけど違うところでまた新しい小林寛という姿を見せてくれるんじゃないかというのを期待しています。最後森海斗になります。彼はこの中でいうと一人だけ学年が違って3年生となります。3年生なので内定ということで来年から強化指定という制度を使ってプロ選手としてプレーするというわけではありません。彼については先ほどの角田が今年の7月から契約形態を変えて所属を変えたように来年度から柏レイソルでプレーをします。彼も柏レイソルのユースから筑波大学に進学をしてきて1年生の時から新人賞も取りましたし、昨年に関しては得点数と同じでしたが、チームの順位が下だったので得点王ということになりませんでしたが、まあ、加藤大学サッカーリーグを代表するストライカーといって間違いないと思います。実際筑波大学の中でも3年間連続してトップスコアラーですし、筑波大学中級部としては彼が抜けることは非常に大きな痛手とはなりますが、彼自身の将来的な夢であり、サッカー選手としてのキャリアというのを後押しする意味で心よく送り出したいなと思っています。ただ筑波大学を辞めるわけではないので筑波大学に在学しながらプロ選手としてプレーし、また彼も単位をほぼ取り終えていくという話は聞いてますし、あと卒業論文はきっちり書いて筑波大学は卒業し、またプロ選手としても活躍してくれるということを願っているという選手になります。簡単でありますが私からは各選手の説明は以上となります。ありがとうございました。それではプロチームへの入団が内定しましたですね、6選手から、加入内定を受けてのコメント抱負とかですね、意気込みですね、そういったものをお願いしたいと思います。最初に山原選手お願いいたします。最初だけマスク外して挨拶していただきます。この度、清水エスパルスに加入内定をいただいた山原レオンです。まず、来シーズンから、中学、高校と6年間生活した静岡県という思い入れのある地で、そして清水エスパルスというクラブでプロサッカー選手として生活を送れることを
とても嬉しく思っています。今年の春に清水エスパルスに入団することを決断し、この1年間は筑波大学蹴球部としての生活と、小江戸監督をはじめ、筑波大学蹴球部に関わるスタッフの方々や、選手の、皆さんのご理解のもと、特別指定選手として、清水エスパルスでも活動をしてきました。しかし清水エスパルスでの活動を通して自分が満足のいくようなプレーが今シーズンできたとは思っていませんし、チームの勝利に直接貢献できたとは思っていません。来シーズンから正式に加入することになり、今までよりもさらに厳しい環境に飛び込むことになりますが、自分の特徴でもある攻撃力というものを生かして、シーズン開幕から終了まで多くの試合に絡み、チームの勝利、そして清水エスパルスの勝利のために、そういうクラブのために日々努力していきたいと思っています。最後になりますが、僕が大学を経てプロサッカー選手になれたことは、間違いなくこの4年間で小江戸監督をはじめ素晴らしいスタッフの方々、先輩、後輩、同期と日々刺激し合い、高め合い、そういった日々を過ごしてきたからだと思っています。そういった自分を支えてくださった、お世話になった方々への感謝の気持ちというものは絶対に忘れることなく、その感謝の気持ちをプレーで表現できるような、そういう選手を目指してこれから歩んでいきたいと思います。本日はこのような場を設けていただきありがとうございました。はい、続きまして、加藤選手お願いいたします。この度柏レイソルから内定をいただきました加藤拓斗と申します。自分が小学5年生から高校3年生まで過ごした、愛するクラブ、大好きな柏レイソルに再び戻れることになったのは非常に嬉しく思っております。で、幼い頃から夢であり目標であったプロサッカー選手になるということで、責任だったり覚悟っていうのはどんどん、増してきています。で、今までの今の自分があるのは、これまでの指導者の方々、仲間、全ての方がいたからこそ今の自分があると思っています。そのような方々への感謝を、ピッチで表現して、柏レイソルの勝利に貢献したいと思っております。本日はこのような場を設けていただきありがとうございます。こんにちは。この度横浜 F マイナスから加入内定をいただきました角田亮太郎です。紹介にもありましたように、僕自身、7月から半年間前倒しでプロとしてのキャリアをスタートしています。まずはその決断を受け入れてくれた、小江戸監督をはじめとする大学関係者、あとはチームメイト、全ての自分に関わってくれた人々に感謝を申し上げます。それとともに、この半年間横浜 F マイノスという伝統あるクラブで一日プレーできたことは本当に自分にとって幸せな時間でした。この決断は間違ってなかったと、今も胸を張って言えます。今シーズン正直結果を残せたわけではないですし、納得のいくシーズンが全くなかったです。来シーズン本当の意味で勝負の年ということで、ご自身はすごい覚悟を持って臨みたいと思います。見ている人に愛されるような選手を目指して頑張ります。
応援をよろしくお願いします。この度は、このような場を設けていただきありがとうございます。こんにちは。この度北海道コンサドーレ札幌から加入内定をいただきました井川空です。まずは高校3年間お世話になった思い入れのあるクラブで再びプロサッカー選手としてプレーできることを心から嬉しく思っています。今のこのクラブではここ数年大卒選手がすごい活躍をしていると思います。それと同様に私にも同じくらいの期待を込められているのが伝わってきます。その期待を超えていけるような選手になっていきたいなというふうに思っていますし、まあ、先ほど小井監督からもおっしゃっていたことだと思うんですけど、まあ、僕は一人のサッカー選手としてまだまだ完成形ではないというふうに思っています。なので来シーズンは大学生で味わったこの悔しい思い、そして楽しい思い、楽しかった思い、いろんな思いを来シーズンプロのピッチで表現したいなというふうに思っています。最後になりますが、これまで共に戦ってきた筑波大学蹴球部の皆さん、本当にありがとうございました。皆さんのおかげで今の僕があると思っています。これからもお互い刺激し合って頑張っていければいいかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。はい、続きまして小林選手お願いいたします。こんにちは。この度アルビレックス新潟シンガポールから加入内定をいただきました小林寛です。まずはじめにこのアルビレックス新潟シンガポールというチームでプレーできることを本当に嬉しく思います。アルビレックス新潟シンガポールは基本的に23歳以下のチームということで1シーズン限定のチームだと自分的には思っています。本当にこの1年で自分がどれだけ成長できるか、自分がどれだけ強くなれるかっていうのが試されるチームだと思います。大学入学した時は本当に J リーグのチームに行くっていうのを目標にしていましたが、その目標が叶えられなかったっていう現実を受け止めて本当にこの1年間成長したいと思っています。自分はまだまだできると思いますし、まあ、ここにいる5人の選手と同じピッチに立てるように本当にこの1年で成長したいと思っています。本日はこのような場を設けていただきありがとうございます。はい、それでは最後にですね、森選手お願いいたします。こんにちは。この度柏レイソルに加入内定をいただいた森海斗です。小さい頃からの目標であるプロサッカー選手になることができたこと、そしてジュニアからユースまで9年間お世話になったクラブ、そしてまたユニフォームを着れること、そしてユニフォームを着て戦えることを光栄に思います。自分は来季から柏レイソルでプレーしますが、自分自身4年目も筑波でプレーするっていう決断もあったんですが、まあ、これまでさっき小枝さんもおっしゃってましたように単位も全部これまで取得してきてましたし、教育実習に行くなどいう決断もありましたが、自分自身のキャリアを見据えてもっと成長したいし、もっと上に行きたいという強い思いがあって、このような決断に
至りました。この決断が今正しいというふうにまだ分からないんですけど、この決断をしてよかったと言えるように、来シーズン強い覚悟を持って柏レッソでプレーしたいというふうに思っています。これまで本当にいろんな人に支えてもらって、これまで一緒にプレーしてきた仲間だったり、小泉さんをはじめする多くの指導者の方々、多くの支えがあって今の自分があります。そういった人に、恩返しするにはプレーだと思っているので、柏レイソルのために、そしてこれまでお世話になった方々のために、たくさんのゴールを奪いたいというふうに思っています。今日はこのような場を設けていただきありがとうございます。ご質問等をお受けしたいと思います。新型コロナ対策のコロナウイルス対策のですね、ためにですね、ご質問の際は大変恐縮ですけども、前方のマスクそちらをお進みいただいてですね、ご質問等をお願いしたいと思います。またご質問の際にはですね、初めに報道機関名、それからお名前の方をお知らせください。あと、監督選手はですね、マスクをしたままで、マスク着用のままで、応答させていただきますので、ご了承願いたいと思います。はい、それではですね、ご質問のある方、まず幹事社からよろしいですか。はい、はい、じゃあ、ご質問のある方挙手をお願いしたいと思います。小泉さんは今どういうご意見があるのかということと、今後の大学サッカーのこう位置づけみたいなところ、どのようなお考えがありますでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。まず、角田に関しても今回の森会長に関しても、大学生としてやるべきこと、いわゆる学業のところは本当に十分やってくれているということは大前提です。で、大学にサッカーだけしに来てるっていう姿勢だったり、やるべきことをやってないっていう姿勢であれば、私も快くは送り出しませんし、おそらくそのままそんな甘い考えじゃプロでも通用しないよっていう諭し方をすると思います。で、もう一つはやっぱプロになるということはいろんな人に応援されるということで、所属している筑波大学の集球部の部員であったり、関係している人が言ったら角田のこと、森海斗のことを応援してくれないようだったら、プロチームに行ってもサポーター、ファンの方から応援されることはない。じゃあお前らは部の中で応援されるだけの組織なのかというのは2人も問いましたし、で、そのみんなを納得させる作業だったり、だから心よく送り出されるっていう状況を確認されたことで、私もゴーサインを出したっていうのが流れです。なので、一つは本人の
キャリアを積む上での自覚とそれに対する準備ができているかどうかと、周りを納得させるだけのものをちゃんと取り組みとしてやってきたのか、森海斗についてもまさに今年20点取れば最多得点、関東大学サッカーリーグの最多得点で大学サッカーでやり残したことはないって言えば、おそらく誰からももうプロでやった方がいいよって話になると思うんです。でも彼とも話してもそこは実際できなかった中で、まだ甘いと思うよっていうのは彼にも伝えましたし、それでも彼が行きたいとかトライしたいんだっていうのは、一サッカーの指導者として応援する部分になります。なので大学という組織はサッカーをだけをしに来る場所ではないので、そこに関わる、もし多くの方が森海斗が大学辞めてプロになるんだってっていうのが、ただのサッカー選手として評価されたからプロになるんだっていうような短絡的なこう見方をされてしまうのは非常に不本意なので、ぜひ多くの大学生でサッカー頑張っている者もやるべきことをやる、仲間から応援される状態になってみんなから認められて出ていくっていう形を取れるようになってほしいなと思っているんです。彼らはそれを満たしてくれて送り出される側かなというふうには思っています。ありがとうございます、ありがとうございます。あとは選手もちょっと皆さん、1年目の目標とか、数字とかですね、あとは自分の中のチームに入ってのプレーのイメージみたいなものがあれば教えてください。はい、具体的な来シーズンの目標としては、先ほどの話とも少し重なってしまいますが、開幕戦からもう全試合、出場するそういう選手に、まずは、なりたいと思っていますし、少し数字的なものは少し今浮かばないですけど、僕はキック精度を生かしたり、クロスだったりミドルシュート、そういうところに自分の攻撃の特徴、プレーの特徴はあると思っているので、ゴールとかアシスト、そういう結果にたくさん結びつけられるようなプレーをとにかくしていきたい、そうしていかないと生き残っていけない世界だと思っているので、そこを目標に頑張りたいと思っています。自分の目標はまずは開幕スタメンを狙っていきます。その上で自分がずっと掲げてきた目標の一つとして、尊敬する憧れの大谷秀和選手を超えることです。小学生からずっと見てきて、あの姿、あの日立大でプレーする大谷選手のようになりたいとずっと思ってきました。なので具体的な数字とかはないですが、一つの大きな目標は大谷秀和選手だと思っています。はい、以上です。一つ目標のところで言うと、やっぱり開幕のスタメンはキャンプからアピールして狙っていきたいと思います。実際自分は他の5人と違ってもうプロの世界に身を置いている人間なので、ある程度チームのことは分かってきたつもりです。自分のプレースタイルを FMIMAS のサッカーに順応させることと、自分にしかできないプレーを多く出してチームに貢献するということを目標に来年は頑張りたいと思います。僕も、みんなも言ってくれてたとは思うんですが、開幕からスタメンを狙っていきたいと思います。あとは具体的な数字っていうところよりかは、僕の場合は勝ちにこだわり続けて、出た試合でいかにチームを勝たせられるかっていうところにこだわってやっていきたいなというふうに思っています。プレースタイル的なところで言うと、ミシャさんのサッカーを見ても
まあ、3バックどこでもできますし、まあ、ボランチもできますし、そういった意味では自分の能力を最大限生かせる環境はこのクラブには整っているんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、自分が出たポジションでどこのポジションで出ても自分の能力を 100% 出せるように頑張っていきたいなというふうに思います。自分の目標としては全試合フルタイム出場して本当に攻守において圧倒的な存在感を出すというところです。僕自身来年度の J リーグへの逆輸入で戻ってくるというのを本当に目標にしているので、そのためには向こうで本当に攻守において圧倒的な存在感を出さないといけないと思っているので、本当に最初から全ての試合に出てフルタイムで出てもう明らかに小林監督のチームだなって言われるくらいの活躍をしたいと思っています。僕の目標としましては、まあ、もちろん開幕スタメンを狙うということもそうですけど、まあ、これまで、柏レスルというチームのフォワードというのは、まあ、外国人が務めることがすごく多い印象で、まあ、自分自身が小さい頃から見ていたのは、まあ、工藤選手だったり北島選手だったり、まあ、日本人選手がすごい活躍して優勝していたりチームに貢献していたと思うので、自分もあのような存在になったりあのような存在を超えていけるようになりたいと思っていますし、まずフォワードなので、まあ、本当に結果が全てな世界で、まあ、少し控えめですが5ゴールは絶対取れるように1年目からやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。それでは期待しております。あ、そのままでいいですよ。はい、それでは他にご質問ございますでしょうか。はい、スポーツ日本矢吹と申します。この度おめでとうございます。選手の皆さんそれぞれこれまで経験されていたポジションと小さい頃も含めて今のポジションと違うとこもやっていればそれも含めて、あとプロで勝負したいポジションと今のチームで同じポジションで意識ライバルが先輩として意識している選手がいらっしゃったらそれぞれ教えてください。お願いします。はい、これまでのポジションでいうと、まず小学生の時はフォワードをやっていて、で中学高校の6年間は、ボランチをやってきて、で大学に来てサイドハーフやサイドバックを主にやってきた、そういう、まあ、かなり、ポジションを変えながら自分はプレーしてきました。来年清水エスパルスに入ってからは、まあ、自分は本当に両サイドバック両サイドハーフ、プレーできる、そこに一番と言っていいぐらいの強みを持っていると自分で思っているので、もうそのどこで出ても、自分はチームの勝利に貢献できる、そういう意味も含めてその4つのポジションで準備して勝負していきたいと思っています。でも主にはやっぱりサイドバックを、勝負してやっていきたいと思っているので、まあ、意識する選手としては、まあ、昨シーズン、長い時間出場していた、まあ、原選手、同じサイドバックの原選手であったり片山選手、そういった選手は目標ではありますが、まあ、ポジションを自分のポジションを取って試合に出場できるように
はい、頑張りたいと思います。はい、自分は小学4年生まではサイドハーフだったりフォワードという前目のポジションでやっておりました。で小学5年生、6年生はセンターバックで、中1からボランチになっています。で大学では、まあ、主にボランチや、まあ、サイドハーフで小江戸さんに起用していただきました。で、まあ、柏レイソルではやはりボランチで勝負したいと思っています。まあ、憧れの大谷選手であったり三原さん、椎橋さん、まあ、ドッツ選手など、まあ、かなり上手くて球際とか守備強度の高い選手が揃っていて、まあ、厳しい競争が待っているのは、まあ、明確なんですが、それでもその競争に勝ってスタメンを勝ち取りたいと思っております。はい、小学校の頃は、フォワードをやっていました。中学校に入ってから、左サイドバック、ボランチ、まあサイドハーフとかもやったりして、高校から、センターバックになりました。大学では左サイドバックをやる機会もありましたが、まあ、主にセンターバックとしてプレーしました。プロの世界で勝負したいポジションとしては、まあ、やはり今本職としているセンターバックでまずは勝負したいと思ってます。まあ、ただやっぱり左サイドバック、センターバック両方できるっていう選手は評価されますし、なかなか左利きで左サイドバック、センターバック両方できるっていう選手は少ないと思うので、そういうところを強みにしてプレーしていきたいと思います。同じチームのライバルとなる選手は畑中選手だと思っています。日本代表にも入る素晴らしい選手なので、まずはそういう選手と日々練習できることを大切にしながら、盗めるものは盗んで、自分のプレーのスペシャリティを出して超えていきたいなと思っています。僕は小学校はフォワードやってました。で中学校はボランチにポジションを移して、高校はボランチやセンターバックをやっていました。大学に来てボランチ、センターバックに加えてサイドバックもやったり、まあ、僕も山原と同じようにポジションをいろいろ変えてきた選手かなというふうに思います。大輝勝負したいポジションとしては、まあ、主にはボランチで勝負していきたいかなというふうに思っています。ですが先ほども言いましたように、まあ、どのポジションもこなせる選手だと思っているので、まあ、どこで使われてもいいような準備はしています。まあ、意識する選手、ライバルとする選手というところでは高峰選手だというふうに思っています。まあ、直属の先輩としても同じポジションとしても、まあ、尊敬もしていますし、まあ、ライバルだというふうに思っています。以上です。僕は小学校の時はボランチやフォワードをやっていて、中学校ではサイドハーフやトップ下フォワードをやっていました。高校では基本的にサイドハーフでしたが、まあ、ボランチだったりトップ下フォワードもやっていました。大学ではトップ下サイドが主に出場する場でしたが、何試合かフォワードであったりボランチというポジションもやっていて、攻撃的なポジションは基本的に全てやってきたかなというふうに思っています。でプロの舞台で勝負したいポジションとしてはボランチで考えています。これは来シーズンからアルビレックス新潟シンガポールの監督を務める吉永さんからもボランチでっていうふうに考えているというふうに言われてますし、まあ、自分の中でも一番良さが出せるポジションだなというふうに自分でも思っているので、そこで勝負したいと思っています。ライバルとする選手はアルビレックス新潟シンガポールは基本的に1シーズンごとに選手が入れ替わるので特にいないんですが、まあ、
本当にボランチとしてシーズンを通して出るっていう経験は正直ないので、まだまだこの高めなくてはいけないポイントが多々あると思うので、試合に出ながら少しずつ成長していって、まあ、いいボランチになれるようにやっていきたいと思っています。以上です。僕は小さい頃から、ずっとフォワードをやっていまして、プロでもフォワードで勝負したいというふうに思っています。まあ、意識している選手、そしてライバルでは、まあ、直属の後輩に当たりますけど、まあ、細山真央選手、まあ、僕より早くプロになって、まあ、昨シーズンでも、得点を取ったり、出場機会を増やして、プレーしていて、まあ、すごくいい選手ですし、まあ、素晴らしいものを持ってますが、まあ、自分も、まあ、スピードであったり、まあ、得点感覚というところは負けていないものを持っていると思っているので、1年目からやっていきたいというふうに思っています。わかりました。どうもありがとうございました。はい、それでは他にご質問ございますでしょうか。どうでしょうか。はい、どうぞ。どうぞ。NHK です。細かい仮眠ですが、角田選手はもう加入されてて、この皆さんは来シーズン何月から加入ということなんでしょうか。それとももし答えは今後のスケジュール、いつ頃からチームに参加して始めるとか、そういうのがもし分かればどうなるのか、分かる方皆さん違うんでしょうか。事情は まあ、ここにいる6人、まあ、多分細かな日程は少し違うかもしれませんが、多分 J リーグのほとんどのクラブは、1月の初め頃あたりから新チームでシーズンをスタートさせると思うので、もう年明けからそれぞれがそれぞれのクラブに合流して、開幕に向けて練習だったり試合だったりキャンプというものを積んでいくのではないかと思っています。皆さんそういう流れでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、それで他にご質問ございますか。よろしいですか。それでは、本日の合同記者会見につきましてはですね、これで終了させていただきます。今後もですね、随時取材を受け付けておりますので、希望される場合にはですね、広報室の方に、ご連絡をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ただいまよりですね、バックボードの前で記念撮影を行います。撮影が終わりましたらですね、時間の許す限り、囲み取材の場も設けたいと思っております。で撮影の準備をいたしますので、今しばらくそのままでお待ちいただきたいと思います。